いや、でもな、彼女もトヤンだから怒らせると怖いだろうから、嫌だな。喋り方からして一応弱者男子だな。うるさい。まあ昔彼女からのカツアゲ。きっかけで付き合いはしたからな。あながち周りからもそう思われてるのかも。はあ、彼女どこに行ったんだろう。カツアゲで付き合った？どんな世界観だよ。弱みでも握って脅したのか？こっちのくせにケチなふやんけ。彼女帰ってくるまで詳しく話してもいいんやで。とりあえず LINE は入れておいたから、その連絡帰ってくるまでだったらいいよ。そうこなっちゃ。当時自分は高校卒業して進学せずに、地元の会社に就職した新米サラリーマン。今もだけど性格は内気で器用は、だから営業とか表に立つような仕事はできなかったので、おとなしく目立たない事務職でしくしくと働いていた。一言で言えば器用はなんだ、今も変わってない。だろうなとは思ってたよ。そんな自分が毎朝胃を痛めてることが一つあったんだ。それは通勤途中にあるコンビニを通ること。このコンビニには、決まって近所の高校ヤンキーたちが朝も早からわらわらとたむろしていた。小心者の俺からすると、鬼から放たれた獣の前を歩いて通ることと同じ、危険で嫌な行為だったんだ。何かされなくても若者の集団の近くを通ることが、嫌ってのは俺もわかる。なんかうざそう。俺たちがあいつらの近くを通りかかったところで、万中にもないことは分かってるんだけどな。そのヤンキーたちの中に自分の彼女もいたんだ。髪も顔も派手。スカートは短くとても服装検査をクリアできるとは思えない見た目の彼女。その周りにいる連中も、見た目オラオラ系でウェイウェイ系の危なそうなヤクザばっかり。自分とは正反対の攻撃的なルッツ高校生に、毎日怯えながら通勤するのはしんどかったな。ある日、そんな彼女と街中でばったり鉢合わせしたのが全ての始まりだった。あ。その場所は地元では有名なパフェ喫茶の前。名物の特盛マウンテンパフェを目当てに、高校生や OL が連日店を訪れる繁盛店の前に彼女は佇んでいた。1980円。彼女は店の前で自分の財布の中身を確認していた。幸いまだこちらに気づいていないようだったから、バレないように後ろを通り過ぎようとしたとき。あ、不思議なもので見つかりたくないときこそ、妙に視界に入ってしまうもの。自分はあっけなく彼女に見つかった。すると彼女の顔色が露骨に嫌そうに。嫌なのはこっちのセリフだと言えるわけもなく、そのまま足早に立ち去ろうとしたそのとき。おやあんた。はし、はしって。あんた、よくコンビニの前歩いてるおっさんだよな。おっさん、ではない、かなと思いますけど。見てたら全然おっさんなんだよ。そんなことどうでもいいからちょっとつらかへな。まさか女性にカツアゲされる日が来るとは。手持ちにいくらあったっけ。せめて帰りのバス代ぐらいは残してもらおう。そう考えていたら意外な提案を持ちかけられた。カツアゲされる気分なんじゃねえか。あの、その、あたしと、あれも無理しろよ。あれ、彼女が指を差す方向に目線をやると、カップル割引と書かれたポップが、どうやらこの駐車場は、カップルだとパフェが通常価格の 60% 割引がつくのだとか、そんな割引停止が必要なのか、カップルですか。地味だすなバカ、いいからほら行くぞ。俺は無理やり腕を掴まれて、店の中に詰め込まれた。もちろん自分に断る勇気なんてありもしないが何か。続けてどうぞ。この、特盛マウンテンパフェ一つお願いします。目を輝かせて注文をする彼女。日頃コンビニ前のけだるさマックスの態度からは想像ができない。そんな彼女を少しだけ可愛いと思ってしまった。いわゆるゲップ萌えってやつだな、と感心していると。そんなに私が好んでパフェ食べるのが面白いか。そうもございません。相手は素行が悪そうな女子高生。一方自分はレベル1のモブキャラサラリーマン。早く時間が過ぎて解放されるのを待つことに。これぞ金の老長さんで、とかわけわからんことを考えて、現実から意識を飛ばしていたが、テーブルに置かれた波はじむ山のように盛られたパフェで目が覚めた。でも、これ一人で食べれるの？よし、女子の胃袋舐めんなよ。SNS 映えしそうなフォルムのパフェを一通り撮影した彼女は、スプーンの手に閉じパフェをパクリ。最高。パフェを食べる彼女はシンプルに可愛かった。ピュンです。くぜよ。Google Pixel 7A、嬉しい価格で新登場。Google Pixel なら、思わぬ写り込みも、消しゴムマジックで。ほら、大切な写真の編集も、Pixel にお任せ。どうにかなりません。どうにかと言われましても、カップルでしたらね。あらら。カップル割引を適用するには、お支払いの時に水をすることが条件だった。説明以上、自分は多分。
されるいい心配だった。いやな、結論から入る。わかりやすい説明でとてもいいね。早まるな早まるな。トマは無理難題を押し付けられて震える彼女を見て、しょうがないから自分が払おうとしたんだ。そば財布を開こうとしたその時、彼女が俺の頬に勢いよく傷をぶちかましてみた。傷っていうより地球で眠ってきたようなすごい勢いがいいものだったけどね。はい、確認できましたので割引適用しますね。あの、いいか、私は目的のためなら手段を選ばねえ。彼女は顔を真っ赤にしながらお支払いを済ませる。されたことも驚きだったが、会計も自分で済ませていたことにも驚いた。てっきり自分が払うものばかりと。ありがとうございました。よかったね。食べて。おや、あんた。はい。店を出た瞬間、くるりと自分の頬を振り向き、彼女はガシッと胸ぐらを掴んでみた。今日のこと覚えておけよ。そう言うと彼女は小走りで立ち去っていった。せっかくの休日がヤンキー女子高生に絡まれないなし、俺は今更街の練り歩く気力もわかず、適当に弁当を買って気を見ついた。はぁ、明日から時間ずらして通勤しようかな。きっと金振りができたと仲間内で話してるに違いない。できる限り現金は持たないようにしよう。そう考えていた時にふと疑問が浮かんだ。あれ、自分にお金を払わせればよかっただけでは？そもそも割引なんかについて金だけ出させれば、彼女も恥ずかしい思いをしなくてよかったのでは？見た目によらず案外おっちょこちょいなんだな。そう思いながらニヤついてその日はトーンに入った。翌日よ、時間を早めにずらして出勤したのに、いつものコンビニの前に彼女はいた。自分に急いでるんで、それでずらすわけないだろ。首面向がっつり掴まれ変な声が出た。彼女は苦しむ、こっちはお構いなく話す。そのなんだ、あんたよ、今日も夕方、暇か？夕方？多分暇だと思うけど、馬鹿正直に答える自分。なぜ自分には企業に嘘をつく能力がないのか。いいか、この場所に来い。わかったか。彼女はメモ紙を一枚折れて押し付けて走り去った。渡されたメモ紙の中身を見てみると、近所にあるスイーツ店の名前だけが書いてあった。つまり、どういうこと？朝から想像し時間を過ごした俺だったが、かき上げされることもなく無事に入社。メモ帳をポケットに入れるほどに静かに仕事をした。はぁ、幸せ。毎日よくそんな食べれるね。前来た時にも言ったろ？女子の胃袋なめんなって。仕事が終わり指定された店に行くと、彼女が店の前に立って待っていた。なんでもこの店のカップル割引キャンペーンを昨日から開催中で、安く食べるチャンスだと、自分を渡しても女彼氏としてお膳立てしていた。ちなみにこの時の店は特盛りモンブランが有名だ。めちゃくちゃ食べるね。うん、ごちそうさま。じゃあ帰るか。あ、今日もするの？その、あれを。なんだあんたビビってんの。男のくせに情けないやつだな。あれというのはカップル証明の儀式のこと。彼女は異性を超えているものの、少し緊張している様子。赤のために寿司にまでスイーツを食べたいなんて。女子高生って案外クレイジー張ってるんだな。そう思いながらレジに向かうと、彼女は財布を開いたまま驚きの表情を浮かべていた。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、カップルはふわ？なかった。なんてなかった。普通に割引されたわ。恥ずかしさを抑えてキスする覚悟をしていたのか。店を出ると彼女はキスがなかったことに大はしゃぎ、その姿を見てしれっと気づく自分がいた。キスがなかっただけですごい喜びよう。当たり前だろ、恥ずかしいに決まってんだろ。あ、なんかすごい得した気分。そんな恥ずかしいんだったらいつも連れてる男子とくれば。は？あいつらとカップル？マジで無理。考えただけで気持ち悪くなってくるわ。二度とそんなこと言うなよ。仲良さそうに見えたけど、ただの同級生だし、別に仲良くもないのに、どいつもこいつも勝手にあのコンビニに集まんのよ。つか、別に関係ないじゃん、あんたにそんなこと。そうだね、じゃあ自分はもう帰るね。まった。首突っ張るのはやめて。帰ろうとする自分の首を勢いよく突っ張る彼女。せき込む自分の肩に彼女は手を置いてみた。あんたマジで助かるわ、またよろしくな。じゃあな。それから彼女はことあるごとにコンビニで自分の出勤を見計らって待ち伏せしていた。時間を早めようと遅めようと一度たりとも彼女を待つことはできなかった。もちろん待ち伏せの理由は聞こえ人のお願い。当時の自分は仕事で疲れ切っているのに、なんでヤンキーのようなままに連れ回されないといけないのか。怯えながら過ごしていたが、それも月日が経つと、彼女の偉大な一面を見て変わっていくことに。世の中特盛ブームでも来てるのか。細かいことはいいんだよ。さ、店の中入るぞ。
彼女は見た目怖そうな雰囲気をしている。しかし話してみると意外にそうでもない。確かに言葉遣いは荒いが、素直さと子供っぽさ、この2つが絶妙に親心を刺激してくる。将来はおじさん上司に惹かれそうなタイプ。何人の顔じろじろ見てんだよ。いや、なんでもない。不良やめるんですね。は？一緒？お、いたきた。スイーツを目の前にすると鋭い眼光の線に輝く、そのギャップが可愛かった。そんな彼女と過ごす時間が増えたおかげで、だんだんと彼女も自分を信頼してくれたのか、学校で会ったことや親の口を言うようになり、何より笑うことが多くなっていった。あっはっは、何それ、そんなこと気にしてんの？そんなの適当にノリだけでも任せばいいんだよ。そういうけど、そばから見たら女子高生連れ回してる。サラリーマンってバタカツにしか見えなくない？でも言われてみるとそうかもね。私が警察に駆け込めばいつでも逮捕できるわけだ。やるにならないからマジでやめて。何より自分も彼女に対して怯えることなく普通に接することができるようになった。その代わり警察も姿に怯えるようになった。と、急にザブトンを縛うのよ。いつも通りスイーツを食べて解散しようとしたとき、彼女の口から思いがけない言葉が飛んできた。あんた、彼女いないの？あ、いや、いないけど、それがどうした？そうなんだ、じゃあ、またな。何だったんだ？思わずドキッとさせられた。経験値が低い自分にとって、そんな質問されただけで妙に意識してしまう。でも相手は女子高生、しかもヤンキー。妙な気は持たないようにしよう。気弱はといえどさすがに社会的信用を自ら失いに行くほど無謀ではないんだ。と、決意しながらも初めてキスされた日を思い出しつつ自分も家に帰った。結果的にその決意は儚く散ってると思うと。ああ、羨ましいな。羨ましい。次の日、またコンビニに彼女はいた。未だに連絡先を交換していなかった。それも自分の決意だゆえ。女子高生の連絡先を交換するだなんて、実質ほぼ犯罪だろう。知らんだな。今日はどうだ？今か？まあ大丈夫だと思うけど、今日はどこ行くの？その、特盛マウンテンパフェ。あそこ？でもあそこって。じゃあいつも通りの時間で、また後でな。自分の言葉を遮るように彼女は逃走。短いスカートがヒラヒラして心配だ。しかし、例の店ではカップル証明の儀式が。食べるための覚悟が決まっているのか。だとしたら彼女の気持ちを大事にしよう。そしてまたキスしてもらおう。今だから言えるが、この時自分はいつもよりワクワクしながら会社に向かえた。おまわりさん、こいつです。ものすごい覚悟なんだね。君もその姿勢、立派だよ。いきなり何を言うんだ？あんた、どうかしたか？例の店で自分たちは例のパフェを待っていた。しかし今日の彼女はどこかそわそわしている。なあ、最近どうだ？何その父親みたいな質問。うるさい。ああ、天気いいな。風邪ひいてる？ひいてない。よっぽどお腹が空いているのか彼女のキレが悪かった。そんな時もあるかと気にせずに言うと、お待ちかねの例のパフェが登場。彼女は一気にご機嫌モードに。いただきます。ちょっと食べて。もちろん。少し前までは一口たりとも譲らなかった彼女だが、今ではこうして特盛スイーツを一緒に続く中、はた目から見ると恋人にしか見えないだろう。だがしかし真実はただの偽装カップル。お、うまいねこれ。でしょ、うまいしでかいしいいことしかない。いい笑顔。なんか言ったか？あんたが食べないなら、私が全部食べちまうぞ。むしろちょっとよこせ。いや、なんでもないよ。特盛であろうと二人で食べるとあっという間にガラスの容器の底が見え、食べ終えることができた。ふん、やっぱり最高だ。思った以上に美味しいね。でしょ、あんたもこの店の良さがわかったな。それでは食べた言葉しか言ってもするか。おう、それではカップル割りなので、恋人証明のキスをお願いします。わかりました。じゃあよろしく。おう。人前でキスされるのも恥ずかしいが、彼女の覚悟を無駄にするのもダサいと思った自分は、ずっと彼女の顔に頬を近づけた。すると耳元で彼女の声が聞こえた。そんな掛け声でキスするカップルいないだろ、と自分の口が少しに焼けてしまった。と、同時に。彼女はここではなく口にキスをしてきた。あ、確認取れましたのでもう大丈夫ですよ。ちょっと、息しろって。彼女は息を止めて顔を真っ赤にしたまま店を出た。おもこいの。すす好きだぜ、あんたのことが。なんだよ、それだけかよ。大人の余裕ってやつか。冷静気取りやがって、なんかムカつくな。おい、何か言いやがれ。いや、普通に驚いてるんだけど。っていうかさっきのキスってそういうこと。恥ずかしいことわざわざ言うな。で、あんたはどうなんだよ。
あんたは私のことどう思ってんだよ。まさか本当は今まで全部が遊びってわけじゃないだろうな。周りの人こっち見てるからちょっと場所移そうか。話を聞くと、周りからは怖いと言われてまともに接してくれる大人がいない中で、かいらいしく世話をしてくれる自分のことが次第に気になり始めたんだと。自分も半ば怖くて従ってただけなんだけど、とは口が裂けても言わなかった。これが女子高生の恋愛モードなのか。都合がいいように勝手に解釈してくれてる。で、どうなんだよ。どうって、しこだなとは思ってるけど。マジ？へへ。でも女子高生とって、世間的に少しまずいというか、ほら、ね。そんなの今更だろ。私のこと散々連れ回しといて、小さいことは気にすんなよ。あ、はい。よしじゃあ、私とあんたは、ここ恋人ってことで、これからもよろしく、じゃあな。謎に出る。彼女は自分が言いたいことだけ言うと、一目散にどこかへ走り出した。まあ、コンビニに行けばすぐに会えるだろうと思ったので、何も心配しなかったが、案の定、翌日にはコンビニでたむろする彼女がいたので、自分から連絡先は聞いといた。ってのが出会いだな。それで付き合い始めたのか、通行していい？当時の話だからもう時効だよ、多分。初々しい青春って感じだね。ところでその肝心の彼女は家に帰ってきたの？彼女、まだ帰ってこないんだよな。LINE も既読がつかないし、心配だ。割とそういうことあるの？感触というか感情的にカッとなって出ていくこと。元ヤンって普通に低そうだよな。ついでに学歴も低そうだし。いやめったにないよそんなこと。だからこそちょっと心配なんだよな。大丈夫かな？ふん、なんだか手を焼いてるって感じね。もしかしてあんまりうまくいってない？やっぱりヤンキーとかろくなもんじゃないって。歳が離れてると、価値観が合わなかったりするからな。いや、それがさ、彼女が。ウェディングケーキはモンブランがいい。って話を聞かないから少し意外になって。は？は？は？よく調べたら最近はチョコレートケーキとかフルーツケーキとかでも OK らしいんだけど、モンブランの式場ってなかなかなくってさ、探してたら結婚できなくなっちゃうって。え、ちょっと待って。一気たち結婚するの？最初に言ってなかったっけ？解散解散。心配して損したわ。なんだ、はめろよ。あ、今返信来た、デク。本屋で読んだら、最近はケーキの取り寄せできるみたいってさ。よかった、彼女に最高のケーキ準備しないと。ありがとう、みんなのおかげだよ。二人で勝手にやってろよ。じゃあなさっさと消えろ。え、なんか自分は。